まずいよ。まずい。ただしまずい。ただしまずい。IWGP US ヘビー級チャンピオンにです。リング中央、片エビが食べカウントする。よく前哨戦を勝った人間は本番タイトルマッチで勝てないという話を聞きますが、前哨戦を全て勝ち、タイトルマッチを勝ち、そして完璧な勝利を真田と俺は目指したいと思います。ユージャパンワールドナウ、大阪大会がもう盛りだくさんでしたけれども、いやー今日の戦いはすごかった、はい、まずメインイベントですよ。岡田選手、田中選手対内藤選手、真田選手。はい、なんて言ったってここ同じ会場で10年前、岡田選手と田中選手はレインメーカーショックと言われることが起きて、こう2人はベルトを争った中、それが今は組んで、そして2人ともベルトを持っていると、うん、このシチュエーション、もうなんて言うんだろう、プロレスやっぱり見始めたら、はい、とことん見なきゃダメね。とことん何年何十年と、はい、こういう巡り合わせがあるんだもん。ありますね。やっぱね、戦う者同士っていうのはいろいろ巡り合わせ、さっきから言ってますけど、はい、あるんだなって感じました。はい、はい、そんな中でですね、内藤選手が今日は真田選手といろいろ協力し合いながら、棚橋選手にも岡田選手もゲスティンの一発ずつお見舞いし、そうです、そして岡田選手への膝への攻撃のエグさ、エグさ、俺も膝折れたから怪我した、宮野くんびっくりしてたもんね。あれ折れましたよ、折れましたよ、だって横からグニャッとなってたもんね。あれは危ない。ですからそれぐらいやっぱ内藤選手は今日の試合をこうキーポイントというか大事にとって思ってたんですかね。いやーエグかったよ、言ってましたね。そしてその崇高なタッグマッチがあればセミファイナルはネバーの無差別ナンバージャック、うん、イーベル選手対石井選手。まあ中盤過ぎぐらいまでは、まあ、ハウスオブトーチャーのやり方汚いことはいろいろありましたよね。はい、はい、ナンバージャックのルール、これ違うだろうって、うん、ライガーさんもおっしゃってましたけども、はい、このやり方、はい、そんな中最後の終盤のあの2人のぶつかり合い、あれどう見ました？新日本プロレスのストロングスタイルです。もう誰もそれを否定する人はいないと思います。それぐらいの内容でした。いやあの肉体と肉体のぶつかる音、ゴンゴンゴンってジョヤの金かというぐらいゴンゴンゴン持ってましたよ。言ってましたね。はい、もうインケル選手はもう反則力だって、ああいう戦い方でもうグラッてトップに行ってほしいんですよね。そうですね、僕正面から十分トップ取れると思うし、その方がファンの支持も得られるし、支持も得られ、あ、支持者も増えるんじゃないかと思うんです。なんかやり方は自分のも考えてることがあるんでしょうね。なんか考えの哲学があるんでしょうけど、でも今日のセミは本当に僕体が震えました。イーベル選手がもう割と防衛ということになったんですけど、あれもライガーさんも言われると、いやもうもうもう十分十分、もう心からおめでとうってスターニングオベーションできるよ。そうですね、すごい試合でした。本当まだまだあのハウスオブトーチャーとケオさん続いていきますからね。まあそうでしょうね。はい、そうでしょうね。はい。そしてなんと今日はですね、あのジュニアタッグの方でですね、まああの前哨戦ということでロビー選手対石森選手のシングルマッチがあったんですけども、あの試合後にですね、田口選手、和戸選手がジュニアタッグ第69代になりたいとアピールしてて、試合後にアピールをしてきて、はい、そしたらまた金丸選手が、ね、来たと。ああ。これホームウェイということでね、リングの上ではこうチャンピオンもなんか承諾したような形になってましたけど、ああ、これホームウェイになったらあのメンツ、あのアピールをするジュニアたちの試合すごいことになりそうですよね。いや僕はあのパートリング上にみんな集まったよ、はい、もう純粋に見たいから、見たい見たいから公演やりゃいいのにと俺思わず言っちゃったんだよね。言ってましたよ。思ったら決まりみたいになっちゃって、やったーみたいな。確かに、ですからもうそこはね楽しみに待ちたいと思いますね。はい、すごいフォーウェイ。そして、この動画が公開される頃にはですね、 KOPW 矢野選手対鈴木選手のルールが決まっている可能性が非常に高いです。そっか、ドッグケージなのか手錠なのか、
っていう。そうか、なんか試合もなんかどつき合いなのか、はい、矢野選手のワールドなのか、はい、世界なのか、はい、ちょっとどうなるんですかね、楽しみですね。そうですね、鈴木選手は定常手つないでとことん殴り合ってもいいじゃないかとか、ね、手錠をこうメリケンサックのようにしてこれでぶん殴ってもいいなとか。いや、顎砕けますから顎砕けるから、はい、はい、これがどういうルールになってるのかも楽しみでございます。はい、はい、そしてその上、札幌に19、20札幌大会に向けて後楽園3連戦があり、次のライブ配信は15日18時半、これももう様々な弁償戦がまた繰り広げられていきますんで、ぜひ皆さんそこも楽しみにライブでご覧になってください。ということでライガーさん、最後この1ヶ月間にわたるこのシリーズの凄さ、ちょっともう視聴者さんにガツンとしっかり見てもらえるように言ってくださいよ。はい、視聴者の皆様、はい、熱くなりたきゃ、はい、興奮したきゃ、はい、怒りを覚えたきゃ、はい、喜びたかったら、はい、新日本ワールド見るべー。